イオンタウンモトスは岐阜県モトス市に所在し、イオンタウン株式会社が運営、管理するショッピングセンター。2011年3月26日に閉店したリバーサイドモールの跡地に開発され、2017年12月9日に開業した。リバーサイドモールの閉店当時は管理者の各種税滞納により資産がモトス市に差し押さえられていたが、 地権者が一部の税を納付したため差し押さえ解除され、すぐに解体された。そして、元寿市と水面下で再開発の交渉がされていた、イオンダウン建設が解体が終わって、すぐ始まった。そのため、近隣バス停のうち、名称が、リバーサイドモールであった元寿市市営バス及び岐阜バスについては、バス停名称が変更された。元巣市営バスは2017年9月1日の、 ダイヤ改正よりイオンタウン前にギフバスは2017年12月1日のダイヤ改正でイオンタウンモトスにそれぞれ変更された一部の従業員はモトス市の協力により認知症サポーターになっているショッピングセンターの電灯はすべて LED 電球を使用している車椅子用駐車場は通常タイプのほか事前登録で使用可能なリモコンゲート式があるまた 駐輪場には空気入れを備えている。また、元寿市とイオンタウン株式会社、イオンビッグ株式会社、元寿市による災害時における防災活動協力に関する協定書を締結している。これは、ショッピングセンターが自然災害発生時に物資の供給、駐車場及び施設を一時避難場所として提供し、防災活動に協力するものである。 28店舗中11店舗が県内、15店舗が市内所出店となっている。敷地は3カ所に分かれており、それぞれ道路で分断されている。北側敷地は中央に各店舗のザビックエクストラを配置し、その西側にサービス系店舗を並べている。北側には医療品店や雑貨店が並んでいる。北西側にはガソリンスタンドを置いている。 中央敷地は、居酒屋と天然温泉、ぬくいの湯が営業している。南側敷地は、山田電機と隣接しており、飲食店2店のみ営業している。2021年1月17日、唯一の医療品テナントのマックハウスアウトレットが、閉店。ありがとうございます。